はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、新型ウイルス対策でね、注目を集めているのがですね、パルスオキシメーターっていうのがあるんですよ。あのね、去年まではね、まあ、高額でね、まあ、気軽にこう手に入れられるほどではありませんでしたけどもね、今はネットでね、数千円ぐらいでね、購入できます。あの新型ウイルスではね、その無症状とかね、軽症だったのにもかかわらずですね、急に容体がね、急変してね、亡くなってしまうケースがね、相次いでいるのがね、報告されている中ですね、でその今言ったね、パルスオキシメーターをね、手に入れておくことで、まあ、それを食い止められるかもしれません。で僕もね、入院中はね、毎日のように測っていてね、体温計をね、脇に挟んで、血圧計を腕に巻いて、でパルオキシメーターを指に挟んでいました。こうやってパチッと挟んでたんですよ。そんなね、そのパルオキシメーターっていうのがですね、まあ血液中のヘモグロビンってあるでしょ、あれにくっついてる酸素の割合をね、測定して呼吸をうまくできているかどうかっていうのを調べる機械なんですよ。こんなちっちゃいこれぐらいのやつなんですけどね、それがね、指先にね、挟むだけでね、測定できるので誰でも簡単に使えるんですよ。でそれがね、サーチュレーションモニターとかね、経皮的酸素飽和時計とかね、血中酸素測定器とかね、 SPO2 測定器という名前もありますけども、これら含めて全部パルオキシメーターのことです。最近ではね、 Apple Watch のようなね、スマートウォッチにも心拍数とともにですね、酸素を測る機能が搭載されていてですね、血中酸素濃度を測ることができます。でそんな大事なね、血中酸素濃度なんですけどもね、最近になってね、その新型ウイルス関連のニュースでね、酸素飽和度というね、言葉がよく出るようになりました。でこの酸素飽和度というのがですね、パルスオキシメーターで測定できる血中酸素濃度、血液中のヘモグロビンにくっつく酸素の割合になります。普通ならば酸素の飽和度というのは、ね、96% か 98% くらいで、これがね、 95% 未満になるとですね、正常より体の中の酸素が少ない状態で呼吸不全の疑いがあります。 90% 以下になると呼吸不全と言えますしね、酸素飽和度が 90% 未満っていうのは、在宅このお家でね、その酸素療養っていう、その酸素ボンベをね、持ってするような生活がね、適用されるんですよ。僕もね、2019年の6月に半ばにですね、肺炎でね、2週間入院した時にですね、病院に着いた時のね、酸素飽和濃度っていうのがね、89% だったんですよ。でもあの頃はね、6月の初めにね、鼻水から始まってね、週末になると高熱が出るというのがね、2週間続いて、でその週明けの月曜日に自分で車を運転してね、今通っている病院の救急外来に行きました。その時はね、熱が40度でしたけども、別にこうフラフラってしたりとかぼーっともせずに、でもね、シャキッとはしてませんでしたけども、喉以外はどこも痛くなかったんですよ。で、こんな状態でよく車を運転してここまで来れましたね。しんどくなかったですかってね、なんてことも言われましたけどもね、まあ、体の状態は悪くても、別にほんまに車の運転ぐらいならね、できましたしね、まあ、今考えたら自分でも不思議でした。で、そんなね、酸素飽和濃度のね、低い状態をですね、幸せな低酸素血症とね、世間では名付けられてるみたいなんです。でまあこの話を知るまではね、ほんまにね、とんでもない状態だったなと思いましたね。新型ウイルス関連のね、ニュースでね、酸素飽和度とね、よく並んで出てくる言葉がね、低酸素血症で酸素飽和濃度がね、90% を下回った状態を指します。動脈血にね、溶ける酸素のね、量がね、著しく少なくなるためにですね、体の隅々に酸素を送れなくなって、最終的な命にかかります。そんなね、状態で僕、車運転したと思ったらね、もうゾッとしますね。で、そんな状態をね、新型ウイルス感染でね、無症状やね、軽症やったのに急に容体がね、悪くなるケースをね、ハッピーハイポキシア、幸せな低酸素血症と呼ばれるようになりました。これはもともとね、航空医学で使われる言葉でね、パイロットに起こることがあります。低酸素血症になるとですね、今までできている行動がね、取れなくなったりとか、判断能力がね、鈍ったりします。でこの症状をね、多幸感といってですね、
っても具合が良くて、もう素晴らしいフライ気分になると言われていることからね、このことを幸せな低酸素血症と呼びます。まあ、通常はね、酸素飽和濃度がね 90% を下回るとですね、息苦しくなって仕方なくなるんですけども、あの幸せな、ね、低酸素血症にね陥った場合はね、苦しさを感じないためにですね、自分が低酸素血症になっていることを気づけずに初期症状を見逃してしまって、結果的に気づいた時には、まあ、重症化してね、死亡リスクが高くなるんですよ。ほんで低酸素血症の、ね、人がね、全員幸せな低酸素血症になるのではありませんけども、一部ではあるものの、その新型ウイルスに感染していたことが分かっていて軽症と診断されていたけれども、幸せな低酸素血症になってしまうのではないかとね、心配な場合はですね、低酸素血症を視覚的に判断するという方法として、パルスオキシメーターをね使う手があって、で簡易的ではありますけども、早期に低酸素血症かどうかを判断できます。でそんなね、低酸素血症っていうのをね起こしているとですね、酸素飽和度はね 90% を下回ってしまいますし、まあ、そこまで待たずにですね 95% 未満ならばね、医療機関に連絡して、あの先生の指示をね受けるべきですし、特にね高齢者はね、もともとね酸素飽和濃度が低い場合が多いので、すぐに低酸素血症にね達してしまう可能性があります。患者さんの数がねすごい爆発的に増えてね、その感染力が高いと言われている変異種が今登場した中ですね、事前に準備をしていくのに越したことはないと思いますのでね、まあパルスオキシメーターもそうですし、あとまあ酸素を取り込むためにね、やっぱりこの中のこの部屋の空気とかをね結構循環させなあかんということでね、換気も必要になってきますのでね、あとはやっぱりね手洗いうがいをねしっかり心がけていきましょう。そんな感じで今日は以上になります。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。